なんか結構フラフラしてる人が。これお兄ちゃんたちの。あれあれも違うよね。そうなんだ。うん、なんか。あでもそれで隠れてっていう。そうなんだ。激しいね。交番の前にゴミが。何でしょう。かっちゃんちょっと頼むわ。もうちょっと暗いんで、あと荷物取られたらダメなんで。起きれます？これどういうことなんですかね。なんか西側橋工場。セキュリティが話した。さっきこれ十何人だったから。新装備です。結構ね、今日もゴミ多いかなと思うし、はい、前もね来た時ちょっと多かったんで、はい、ちょっと明日に雨降るんで早いうちに。掃除をしようかなと思うのと、ちょっとね人の声がね聞こえたりするんだけどね。これゴミかな。あ違う、ちょっとなんか結構フラフラしてる人が多いね。あ違う、ゴミか。タバコね。いいね。あ、そっち大丈夫だった。はい。あ、まあ。燃えるゴミ。終わった。なんか いろんなゴミが。はい。でも夏らしいですね、あれって。うん。なんか道徳文化が全然もうなくなる。これなんだろう。レインコートですかね、もしかして。そんな感じ。あでも株しとったんだろうね。はい、食べる食べる気のないお菓子が。ないかな。もうこっちはないか。これは？何の？ああマスク。あ入ってます。ちょっとなんか最初の刺激というかインパクト強すぎて。そうですね、あれだね、はい、やっぱこの辺でわちゃわちゃしてたら怒られるから、あえてはい、あそこ人通りのああいう場所でね、まあ、当たり前のようにねゴーストサウンなんですけど、まあ、お店やってないですからね。折ってもしゃあないみたいな感じかなと。本当だ、パーティーやってる。上でパーティーやってる。めっちゃ楽しそうな。貸し切りみたいな感じなのかな。
音するよね。うん、なんかさって引いたね。え、今日はもう人少ない？少ない少ない。うちは今日貸し切りあったけん。ああ、そういう感じなんだ。それだけだったけど。そうか、厳しい。やってるとこやってるよね。まだ？あの多分路面店はやってないと思うけど、2階3階とか。ね、あのキャッチの人というか。なるほど、おるよな。うん、やっぱそういうことなんだよね。そうなんだ。うん、なんか罰金あるよ。あ、でもそれで隠れてっていう。へ、うん、そうなんだ。罰金20万かな。そうなんだ。バレたらバレたでっていう。そう。ちょっとあんまし僕も。そのあぶれた時間を使って20万以上儲けれて余裕ができるんであればもうやりゃいいんだけど、やっちゃうしみたいな感じだ。やっぱ空いてないから、やっぱ空いてるところに流れ込んで利益がね。人も。そうか。なんだこれ、エナジーヘパリーゼ。これから飲んでいくんだろうね。ね、うん、ここ水あるけど大丈夫なの？あ、これあれペットボトル。はい、ペットボトル。あ、もう入れやすい。これちょっとあれやね、敷地内あるからちょっとあかんね。これお兄ちゃんたちの。あ、大丈夫。あれも違うよね。違うよね。OK。これやばいでしょ。かっちゃんちょっと頼むわ。このいかつい感じの車の仕組みしてる酒飲んで結構ね、いかつい感じの車がたくさんみんな何してんだろうね、ここで。あ、でも向こうにもね、ゴミあるね。ポリステーションの前に激しいね、交番の前にゴミが。多いね、牛丼の。やっぱテイクアウトの。これは限界だな。なんだこれ。あ、アイスクリーム。タバコ。レシート。結構短時間だったけど、だいぶあるね。でもほとんど、なんかテイクアウトのやつが多いね。まあ、お酒はまだあれなのかな。お酒はちょっと少ないけど、食べる場所が。まあでもやってるお酒飲める場所あるしね。まだ情報によればね。
ミリさん大丈夫ですか、うん、もうちょっと暗いんで、あと荷物取られたらダメなんで。危ないです。起きれます、うん、結構飲まれました。ちょっと荷物だけね、しっかりちょっと管理してほしいなって。かちゃんどうでした？そうですね、でもまあ思ったよりかは少なかったですね。そうだよね、やっぱりなんだろうな、なんか少ない、まあ多いとこ多かったね、牛丼が捨ててあったりとか、はい、でもお酒の缶は少なかったね。そうですね、うん、で結構騒いでる人いたけど、まあお酒飲んでるような様子でもなくて、はい、まあなんだろうな、外で、はい、ちょっと騒いでるというか。そうですね、まあ、あとカップルいたりとかね、まあちょっと微妙な、まだ様子がわからない。でもそんなゴミあったけど、はい、あったけど、まあ駅前とか、まあ公園とか、はい、けどまあ気温の関係だし、あとまあ飲食店とかも前回より早く閉めて、ね、まあ岡山市内来ても意味ないっていうイメージがついてるのかもしれない。そうですね、それよりは家で飲んだ方がいいのかなと思って、まあ、ちょっとね今回も依頼というか、関係者がちょっとね、うん、動かないかの、はい、のためにちょっと視察で来たんですけど、いやでもちょっとねヤンキー怖かったね、はい、近づいたら向こうもなんか、はい、なんかすごいなんか反応したよね、はい、そうですね、いや多分職質され職質というかなんか言われるんかなと、はいはいなんかでもありがとうございます、はい、意外とみんな真面目な、はい、感じでした。終わりましょう、はい、さっちゃん気をつけて、はい、お疲れ様です、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、いつも動画見てくれてありがとうございます、はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、歩いてまでのプロキュスです。